私はここの塾に通って良かったことは2つあるんですが、1つ目は勉強が全く得意ではなくって、そういう人でもここの塾だと自ら進んで勉強したいって思わせてくれるような環境で、先生がすごくもっと勉強したいなっていうふうに思わせてくれる授業をしてくださるので、自分で家でも勉強するペースをつかむことができるようになりました。で、2つ目が私は学校外の課外活動に力を入れていて、どうしてもそっちの方を優先するために勉強の方がおろそかになってしまうことが多いのですが、先生が課外活動をするのをすごく尊重してくださっているので、私がうまく勉強を日々の生活に取り入れられるように工夫してくださっていたので、おかげで大学も合格することができました。はい、とっても分かりやすくって、でしかもそのこのコロナ禍で私は電車を使ってこの塾に来ているので、なかなか頻繁に来ることができなくなってしまっていたので、先生がZoom を使ったオンラインの授業を導入してくださったおかげで、家でも時間を取ってオンラインをつないで勉強をしてくださったりっていう風に、こう柔軟にすごく対応してくださるので、生徒に合わせて授業をしてくれるっていうのがすごく良かったです。先生のおかげで本当に私勉強が得意ではないし好きでもないっていう、それでも自分がその志望校なので、どうしてこの大学に行きたいかっていうその意思をうまく外に伝えるっていう勉強をすごく教えてくださったので、それが役立ったのかなって思ってます。興味がないっていう学校の勉強ってどうしても、私は数学とかって何に役立つんだろうっていうふうに思ってしまうんですけど、興味を持ってるものだと、例えば環境問題とかっていうのを先生にこれってどう思いますかっていうふうに投げかけた時に 100% 真剣に考えてから返してくださるので、それがすごく視野が広がって、で、じゃあこういうことを勉強したらこういうことにもつながるんだっていう風になっていくので、まあ、数学も重要なんだなっていう風に思ったりとか、そういうところが私は大手の塾に通ったことはないのですが、ここの塾ならではなのかなっていう風に思ってます。いやー、多分好きにはなってないですね